週刊リンク今回は夏休みは図書館へ行こうというテーマでお送りしましたさまざ、あ、まな魅力がある図書館なんですが今鳥取県立図書館そして県内の市町村図書館ではこちら図書館に行こう鳥取を知ろうキャンペーンふるさと鳥取クイズというのを行っているんです <laughs> たくさんの拍手ありがとうございます 今日はねギャラリーが多いんですよこのふるさと鳥取クイズなんですがこちら図書館にある問題用紙50問のうちから答えたいクイズを5問選んでクイズに答えるとこちらですなんと花とリティグッズや図書カードなどが当たるんですよ40名の方に当たりますちょっとクイズ見てみましょうかどんなクイズがあるのかな <laughs> 問題19岩見町出身で大黒様、一寸法師金太郎などの歌を作曲した人は誰でしょう結構高度な質問なんじゃないですかこれね図書館にある本をヒントにクイズに答えてもいいんですってだからこの鳥取県立図書館のふるさと鳥取コーナーここには クイズの答えとなるものがたくさんあるはずなんですよ。これは、あ、ふるさと人物コーナーがありますよ。ここにあ、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 これかな答え。音楽スポーツのところ。答え3つ、あ、分かっちゃった。皆さんもこんな風にしてクイズに答えてぜひ応募してください。 9月1日まで開催中ですよ。